ダッシュで行こうぜ。お疲れ様でした。どうでした？どうでした？お疲れ様です。今日ちょっとアクセルの練習会に参加して質高い練習をさせていただいたということで、珍しく質が高かった。めちゃくちゃ高いです。いつも走ってる。距離が多いですね。ということでまたアクセルで新しい活動が始まるというか。とりあえずアクセルが去年で10年あった。次の10年に向けてどんな取り組みができるかなっていうのを考えました。2012年創部してから夢にも思ってなかったんだけど、チームから世界リレーの代表が出たりだとか、アジア選手権の代表が出たりとか、チームから日本日の丸を背負う選手が出てきたってことはすごく喜ばしいことだったし、日本選手権リレーに出場するっていうところから入賞まで行けて、家庭の中ですごい競技面での難しいことだったりだとか、僕ら社会人クラブチームなので仕事をしながら続けるっていうことの難しさだったりを痛感しました。競技に関してはかなりね10年間頑張りもあって一つ形になってきたっていうところがあるので、引き続きねオリンピアンが出るようなチームにしていきたいなと思う反面、我々ならではの活動っていうのを次の10年ではやっていきたいなと思ってますと。アクセルの方にでいろんな協賛というかサポーター企業さんのロゴをね、フランクとかに入れさせてもらってたんですけど、伊藤長短波さんだとか、サイボーグさん、サイボーグさんこの後話してくるんですけど、いろんなところとサポートをいただきながら活動してきたんですけど、ユニフォームの方には入れてなくて、で今年ねそれをついにやろうかなという感じです。物を見せます。これユニフォームなんですけど、ここに黒い竹で読める、英語読めねえだろ。ブレイド4オールというのが入ってます。これブレード4オールって聞いてなんかイメージ湧きますかね。ちょっと湧きづらいんじゃないですか。はい、このブレードっていうのは何を指すかというと、東京オリンピックとパラリンピックがあったと思うんですけど、パラリンピックの方で足を切断した人たちが使う道具、義足というものがあって、それをまあ英語でブレードと言います。チャンネル昔から見てくださってる方だったら、 200m の世界チャンピオンのジャリト選手と一回戦わせていただいた時もあったんですけど、その時もがっつり出ましたもんね、そのブレードの大西さんが説明して分かりやすいみたいな動画がありましたけど、はい、これが、ね、今教えている選手のブレードになります。日常用義足と競技用義足っていうのがあって、これがまあ走る用の競技用義足で、遠藤健が作った義足のエンジニアの方が作ったブレードがあります。義足をブレードと呼んで、ブレード4オールということなので、これをいろんな人に届けていきたいというのがこのプロジェクト名になります。なんでやるのかっていうところなんですけど、前のめりになっちゃった競技義足を使うにあたって、これの使い方を教えてくれる人がいないというのが問題になっていると。遠藤さん義足の開発をして競技用義足、世界最速の義足を作るということでやられてるんですけど、それと同時にこの義足を使う人たちを増やしたいというところで普及の方もやってるんですね。なんでかっていうと、もし切断した場合には日常用義足、我々のこの足に似た
義足を使ってひとまず日常生活をできるようにしましょうというのが狙いとしてあります。で、一方で遠藤さんとかエンジニアの人たちは競技用義足、いかに速く走れるかという義足を作りはするんだけど、この競技用義足のところで走り方を教えることはできないというところで、じゃあこのものを渡したところでみんなが困っちゃう。一般のクラブとかがそういう走り方を教えてあげたり、ブレードの子が普通の陸上クラブに向いてもいいじゃんみたいな文化を作りたいねっていうところで、すごく僕はそれに賛同して、今回アクセルのところでセカンドロゴという形で名前を入れさせてもらうことにしました。素晴らしいじゃないですかめちゃくちゃ素晴らしいと思って素晴らしいじゃないですか目が悪ければメガネを使う、足が悪ければ義足を使う。でもメガネをかけてる人にお前目悪いじゃんって言わない？言わないです。普通になってる。でも義足の人が走ってたら義足だってなっちゃうってことは、それって本当の意味でバリアフリーではない、うん、確かに。それすごい感じるなっていう、うん、陸上の 100m、 中学男子100とか高校男子100があるように、義足の男子の100っていうのがあるだけで競技として違うわけではないっていう思いを結構話をしていて、うん、ただこれを使って 100m 走るってことは健常者も障害者も同じっていうのがあって、でそれはすごく作っていきたい風景だなっていうのが、うん、あります。普通にアクセル練習に義足の選手が混ざってても、まあ、我々も何も違和感ないじゃん。そうですね、もう何もないですね。そういう意味では自分たちが義足のランナーも変わんなく、なんか一緒に練習できるんだぜっていうメッセージを伝える意味でも、なんか他の実業団の人たちよりもメッセージ性が強いかなって思うし、ただ本当に陸上が好きでやってるから、走ることが好きな人が場所を選ばずに生きる環境を整えていきたいなというところで目指してもらいました。スポンサー料はゼロです。あゼロ、うん、です。つけて走っていいですか？それはちょっとコメント欄でコメント欄に委ねる。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あこっちだ